5月の4日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。5月の4日今日は名刺の日だそうです。名刺といえば、食べてすぐ横になると牛になる。それは迷信。今日の朝ごはん何にしようかな。それは朝迷信。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。志即用のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。握り寿司黒とろ昆布のせ、やり方は簡単。魚の部分に黒とろ昆布をのせて、よーくなじませるだけ。昆布風味に仕上がって素晴らしく美味しくなります。どうかお試しあれ。店長まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやんけ。